では入ってきてください。お疲れ様です。お疲れ様です。何ですか、今回のターゲットは金属バットのお二人です。お願いします。ターゲット、はい、おい聞いてないんか、はい、俺が今日 M1 落ちたん。本当に本当にこんな日にと思って、なんでこんな日に収録日なんだと思ってます。危ないもん入ってるかもしれない。今一番気が立ってる日ですもんね。俺家帰ってダルマと腹に巻いておこうと思ってる。絶対ダメですよ。一応漫才劇場の風紀委員長として、まあ、漫才劇場に出入りしている芸人さんの風紀を目指すようなことがあれば、僕が取り締まるという企画なんです。今日じゃないやろ。ほんまに今日じゃないと思います。まあまあ何でも持ってってくれよ。持ってってくれよ。ちょっとじゃあ座っていただきまして、はい、お二人の荷物をチェックして、危ないものがあればこちらで没収という形です。なんなら全部没収してくれ。もう失うものがないってことですね。一応あれですよ、金属バットさん、この吉本漫才劇場チャンネル初登場。いやそうよ、わしら劇場メンバーでもないから、はい、ねチェックされたかって、はい、お前らに取り締まることはできへんからな。ちょっとカウス師匠のもやった？師匠のやってないですし、やらなくても大丈夫です。全員してしてますけど、じゃあちょっとどちらからさせていただいていいですか？どっちでもいいよ、見たい方見たらいいよ。いいよ、何でも見てくれよ。結構な量入ってますけど、やっぱ漫才って、はい、ねえ。言葉出なさすぎでしょ。じゃあじゃあ小林さんいいですか？はいはいはい、はい、ちょっと危ないと思ったら募集しますんで、ちょっとじゃあ小林何持ってか俺見たことないもんな。そうですね、相方でも知らない。何も入ってないよ、はい、これだからスーツもここに入るタイプですか？そうやね、これはなぜか俺しか使ってないカバンやねん。便利やのに。ここ外しますよね、はい、ここちっちゃっ、ちこのタイプでこれ一番ちっちゃいんちゃいます、これ。こんなちっちゃい、これあれやん、生命線やから。これ没収やな。いやこれだけはちょっといるわ、来なくなった。これだけは没収やな。これを、ああすごい人さばいてるみたいな。言い方おかしいでしょ。かっさばいたな今。いやこう開きになるんですね、これ開きます。開きで、で開き、えちょっとまず何これ。これは新米が出てきました。これは仕込みでも何でもなく、はい、たまたま今日もらった、はい、どういう流れでもらうことだったの？いや年貢よね。誰からの、誰からの年貢？下地もからよ。下地もからもらった。新米を、うん、いやおかしいやん、これ何これ。単価が低いからな俺ら、うん、劇場の単価が低いから、うん、こういうお米とかで回収せんと。、うん、ギャラの代わりですか？今回実弾やからな。金と一緒、うん、確かに一番大事なもんですからね、腹膨らますには。あベルトとそして靴ですね。ここじゃもう衣装入れるとこですね、もう完全にですね。でここ大丈夫ですね。あぶね、バレてね。じゃーん。いやいや、いい折りたたみ傘でしょ。一本嘘でした。残念、一本嘘でした。黒の、黒これは折りたたみ傘。あぶねえな。何がね、何これ。ここ何です、ここ細いな。ここは、ここ何ですの。あー、ネクタイや。ネクタイ入れるところ、あ、ビートルズのネクタイしてあるんや。おしゃれな。誰が興味ある。いやいや、お前さ、ビートルズのネクタイやったんやって思いますよ。ギブソンさん誰が興味ある。あ、衣装ですね、まあ、衣装は衣装は大丈夫ですよね。大丈夫ですね、もちろんね。ここに関しては、何か入ってます、何か入ってます、何か入ってんのか。こういう内ポケットとかね、滑った時死ぬ用の薬とか入ってんのか。カリッと噛んで、あ、なんだ、なんか出てきた。え、あ、え、千円、千円札、これな、え、何、何の、そっちは何ですか。え、2000円、何の。でも昔もらったお年玉を大事に。ああ先輩、どうだったか、でももう、え、どうだったか。それ哲夫さんかな。いや、こっち哲夫さん、こっち哲夫さんがやるから。鹿、あ、鹿、奈良の、はいはい、はい、あ、じゃあこれはもう、じゃあ、はあ、使わずに募集、いや、募集してないですね。鬼すぎるでしょ。これじゃあまあ先輩からいただいたもんですもんね。ありがとうございます。これじゃあ大丈夫かな、はい、はい、だからもう、これだから付き合わない衣装ですもんね。そうよ、だからカバンというのはこれだけ、あ、まあそれだけかな、うん、そんな何本人ね、何本入ってない、ね、タバコ、
外国のコンドームかそれ。このコンドームか。怖っ。何これ。何？これ外国のコンドーム。コンドームがこういっぱい入ってる。吹きつけるタイプのコンドーム。そんな便利なもん。出てるんですか。俺知らんけど。そんな便利なもんが世の中。そんなでけたらええな思ってるから。テープのコンドーム。うん、もうでけたんか思ってる。何これ。なんか何？見たことない。何が怪しいもんじゃない。日本のもんじゃないですもんね。大丈夫。怪しいもんじゃない。怪しいよ。怪しい。大丈夫。次行こう。じゃあ怪しすぎるって。なんやねんこれ。何か言ってください。これはガスです。ガス？ガス。え、どういうタイプですかこれ。もうそこバーンってつけて、ガスで逃げるよ。手榴弾やん。なんですかこれ。いいやん別に手榴弾持ってたらあかんの？え、なんやばいの。履いてへんで。はいはい。なるほど。ここもなんか、こっちからか。お守り。あ、お守りがいいですね。どこに、どこ戦地か。え？何？何？これちょっと待って。これね、ここのロゴとね、一緒のやつよ。うわ、錠剤型のガスや。錠剤型のガスや。これ何ですのこれ？これは実弾よ。ダメですよ、没収ですよこれ。ライターの石。あ、ライターの石。ライターの石。怖いな。これは。あー、カード入れね。カード入れですね。トマト。トマト。これトマトもらえんの。トマトか。トマトもらえんの。トマトもらえんの。なんかどこでも。永久トマトカード。ピンポンって押して、これ見せたらトマトもらえんの。モスで。モスカード。へぇ。でもスタバカードみたいなことですね。そう。ポイントというよりか。うん、もう実だ。これも実だ。いくらか分のモスが食べれるってことですね。なるほど、わかりました。じゃあ見させていただきまして、今回没収するのは、米やめて。しもしもくらえて。なんでよ。でも怪しいんですよ。これ何ですか。薬物入ってる可能性あるってこと。一応調べます。こんな紙を。お前普通に嫁と子供に食わす気やろ。お前米僕が持って帰るわけじゃないです。これちょっと一応中身確認。ほんま本当にあの米なのか白い何かかもしれないので。まあ俺も中身は把握してないけど、これをただただ運べって言われただけ。怪しいな。運び屋やないか。ほんならおろおろ。ではすいません、片付けます。もう触らないで。感情的になってる。小林くんが感情的になってる。急に感情的になるの。では続いてどうでした。いや、ええやろ。いらっしゃいます。一緒やって入ってる。いやいや、実は持ってないだろ。一緒ってなんなん。あんなわけない。一緒やろ。なんかここパンパン。なんですこれ。ここなんかな、歩いてたらみんな投げてくれんねん。もうゴミ箱だ。投げてくれるじゃないよ。ゴミみたいに入ってますよ。コントロールがすごい。なんかいろいろ入ってるわ。ガム。昭和ホルモンのガムや。これそうやね、わし銀歯入ってるからな、食うタイミングないね。焼肉ね、食べた後。そう、食べたいねんけど、銀歯取れたら嫌やから、なんかスペシャルな時に食おう思って。で、めっちゃ出てくるやん、そばに。これすっごい入ってる。あ、タバコと、あ、ライターと。ライターな。灰皿や。灰皿ですか、携帯灰皿。俺ら外でタバコ吸うから。灰皿の中に何か入ってるかもしれない。一応見とかんと。どうやって開くの。もうあかんのが怪しいな。え、知能指数が低いだけ。どうやって開けるんですかこれ。嫁はんのブラジャーはスッと取んのにな。ライター開けろ。師匠みたいな。見たんか。開けてください。じゃあ開けてください。怪しいな。お、うん。何にも入ってない。タバコ吸ったことないんじゃん。実は。歯見ろ、マジで。カッコつけて持ってるだけじゃないですよね。じゃあちょっとタバコ。じゃあ多いぞこれ。うわ、タバコ。タバコすごいわ。タバコいるから何あるかわからんからな。ウルマ。ウルマというタバコですね。何ですか、沖縄の。あ、いっぱい出てくる。めっちゃ入ってるわ。あとマスクとかですよね。マスク。あ、これいっぱい入ってるんですけど。マスクやな。おお、あ、今マスクや。最悪や、これ今落ちたやんけ、お前。おい、それのために撮ってんのか。違いますよ。こんなん出てくる思ってないですもん。ちょっと燃やしてくれ。これ嫌、これちょっと嫌ですね、これちょっとね。いっぱい入ってるんですけど。何ですか。ああ、これや。いや、これや。埋蔵金や。バッシュじゃない。埋蔵金やんけ。なんか金出てきた。やった。身に覚えないですか、もう。覚えてない。やった。これいっぱいあんねんな。止まんないですよ、これ。
そんな最高何これ何あー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 取ってよこれねあれやわ去年一昨年かなんかに、はい、M1 の準あ M1 やまたM1 の準決行って、はい、どんで箱ごと持って帰ろう思って、はい、箱にこの取っ手をつけたらすぐ持って帰れるなって、はい、取っ手だけ持ってったんよじゃあこうネジがネジを紐通してええな思ってここを通してそうそうそう、はいはい、箱何個もいけんな思ってどん兵衛を運ぶための取ってるそうそうそういやなんかうまく出てきてねえいっぱい持って帰りたいからすごいなあとは充電器とかですかねはあ、ははあ、はでもあともうメインなんですかねまあなここかなちょっとじゃあなんかこれはなえそうそう差し入れいただいてこれ何ですかね何をいただいたんですかね開けてもいいですか開けてごらんちょっと待ってくださいタバコやタバコや実弾いただいたよこのタバコウルマがいいですねウルマうまいねこんなケースに入れて送ってきてくれるんですねそうまだ送ってくれはってすごいありがたいラッキーワンカートうんこれ何だそれ何けな何だこれ何だおーああお前そんなん持ってたんか安い中古車買えるくらい楽屋泥棒してるのになぜか警察沙汰にならないベテラン地下芸人あるあるあこれねこれ先輩シーチキン佐野さんっていう先輩がフリップ芸しはんのよ、はい、そのフリップをいただいてもらう、はい、いつでもできるようにちょっと怖いんですけど総額めちゃめちゃ安い中古車買えるぐらい楽屋泥棒してるのになぜか警察沙汰になれないベテラン地下芸人がいるんだよあるあるがあんねん一個見けてみてこちらですねなんで捕まらないかよく観察してみたらそういう人は結局のところお、うん、結局のところいい人ナイスあるナイスあるない人間性が素晴らしいたまにお金盗むとかいい人じゃないよナイスあるある何があるあるなんすかガーフィンが上がっちゃういい人ナイスあるある結局のところだからバレないいやもうすごいこれもらったっすねこれもらってそうすいやすいませんとで何何何あ決まりましたおい募集するの決まりました。すみません。おい募集するのは勘弁してくれ。勘弁してくれ。勘弁してて。あるってまだなんかいろいろ。もう見ました。スーツ持って帰って。なんかあるっていろいろ。いらんないから。金属さんから計4キロの米を募集しました。なんで、はい、勝手に年号徴収者食べましたよ。すみませんが、ちょっといろいろ見させてもらいましたけども、うん、結局のところ米。いきます今回ね、また1年ただ働きやん、はい、何やねんでは、お帰りください米行かれたらもう全部いらんな全部やるわ食べない持って帰って持って帰ってもうこれだけ持ってこれだけあとやるわそれだけ持って帰んねんベテラン地下芸人あるある